上でありました。今こんな感じで、この時は500人か600人ぐらいなのかな、でお話しすることもできます。最後の時はリズムを伝えることを、ね、一度選手ながらできる、人間なら誰でもできるという、それだけでね、このホームランが変わってくる。上がってダメになる人と上がっていいパフォーマンスができる、2つに分かれるという。